2024年2月17日、地方競馬、指数予想、こんにちは、鬼げんです。この動画は競馬予想を公開する動画です。流れとしましては、指数予想と SP 予想を公開していきます。それでは、まず指数予想をご覧ください。 続いて SP 予想です。こちらは規定人数未満の場合は公開なしとしていますのでご了承ください。2024年2月26日までにチャンネル登録者750人以上で2024年2月25日まで常時配信します。 そしてチャンネル登録が1000人になりますと指数表を公開していきます。現在はあと400人となっていますが、チャンネル登録者のペースを上げるため、次のルールを新規に設立します。1.1日1レース指数表公開。2.10人ごとで全指数公開。3登録者1人アップごとに1レース追加。4毎日のライブで視聴回数。1000回ごとにプラス1。5ライブ高評価プラス10でプラス1。 本日はチャンネル659人から663人に増えましたので、5レース公開します。 ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録者よろしくお願いいたします。最後に本日の指数表を公開して終わります。